毎回同じ日から始まってるな。どうも、ヒトポンです。なんだ、情報チームの最後に来るアブノーマルは私に対する試練なのか。憎しみの女王、前作でも処刑弾を使わないとめちゃくちゃ管理しにくいアブノーマルでしたね。今回はクリフォトカウントがないから、気分値でネガティブになっちゃうのかな。とりあえず通常時は管理は楽な方だと思うんですけどね。ネガティブな状態になったら今のレベルじゃ完全に罪じゃないですかね。ま、とりあえずこいつはキャラ的に更新だろうけど、大丈夫かな。左のゲージ的に悪くはなさそう。大正解、当たりだね。でも結構精神ダメージは痛めって感じかな。とりあえず観察でも、気分値が黄色になってるけど大丈夫かねこれ。観測1段階目じゃダメか、作用の好みがわからないや。特殊能力の説明だけど、まあ大雑把に言えば前回と変更点はないかな。とりあえず更新よろしく。レベル3の職員なら安定して作用できるみたいだし、頑張ってもらわないとね。っていうか情報チームは結構更新が当たりのアブノーマルが多い気がする。いやまあ捨てられた殺人者は栄養だけども。いや、そう考えると甲冑は暴力化清掃だし、オールアラウンドヘルパーは別に500とかでも正解だもんな。よし、指示は出したけど、なんか動きが変じゃないか。あ、もう様子がおかしくなってるな。ってことは正解の作用が変わってる可能性が高そう。うむ、どうしたものか。ここは無難に栄養で、ストレス発散には食事っていうしね。複合ダメージっていうかダメージでかすぎないか。しかも食事はダメか、ハズレっぽいな。そして始まるエネルギーの循化、これノックスギリギリ死にそう。うん、やっぱりダメか。というわけで10日目、ここさえ突破すれば情報チームが終わる。いや、このまま進んでも憎しみの女王を管理できずに済みそうな感じだけども、とりあえず気分値が黄色にならないように調整しなければ。これさ、結構距離あるけど間に合っジャストタイミングで間に合いませんでした。これは、済みましたね。って思ったけどダメージは食らってないみたい。タイミングがギリギリだったから作用判定はまだ正常な時なのか。って思ったけどそんなことはない。気分値が最低になりそうだね。よし、やり直す前に観察だけしておこうか。まだ名前は魔法少女。観測レベルがまだまだ足りないみたいだね。おや、食事と清掃がいいみたいだな。どうやら一部の職員は麻酔を使うことができる模様。気分値が普通か高い状態じゃないとダメってあったけどもうダメ元だよね。明らかに今の職員レベルじゃカバーできる領域を超えちゃったよ。やはり無理だったか。あ、ビームは部屋を貫通しないのね。なんだかんだあそこがチェックポイントみたいで順調に進めれたね。もう安全チームも解放されてるし、やはり情報チーム最後の試練を突破したら意外と楽だね。あれ、おかしいな。クリアしたわず、なんで終わらないの。なんだか部屋が増えてるし。なんだあの黒いアブノーマルは。アブノーマルの情報は持ってるはずだったんだけども、過去にいたアブノーマルなのかね。過去にいたって割にはなんか知ってるような。職員時代に使ってて奪ってきた失楽園がちょっと反応してるな。っていうかこれ視聴者情報によるとテストバグってものらしいですね。レガシー版に変えた時に初期化しないと起きる可能性のあるバグらしいです。というわけで今回はちょっと短めだけど、また情報チームに戻るまで時間がかかるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。